Sari-san's waiting for me at tender. Gotta hurry. Hmm? So annoying.沙織さん。 お待ちしてました。 こちらは美香さんです。 矢上です。 少しいいかな。 どうも。 So much SP。 半年前に美香さんがついた客、 この男で間違いない。 うん、そう。 橋木と正野のことはもう確認しました。 ミカさんが2人のテーブルについていたのは間違いないです。 その人、ショウノさんでしょ？ そう。 2人の様子はどんなだった？ まあ、パッと見はよくいるサラリーマンの上司と部下って感じ。 橋木さんが上司の悪口言って、 それをショウノさんが愛想笑いで聞いてて。 例えば、どんな悪口？ 全部、木戸さんって人の悪口。 知ってる？ アドデック9って。 認知症の新薬。 え？ ああ。 知ってるよ。 ちょっと前までテレビでもすっごくやってたもんね。 木戸さんはそのアドデック9を開発してる一番偉い人だって。 橋木たちはその木戸さんを悪く言ってたんだね。 うん。木戸さんはさ、 アドデック9で儲けたいって人たちから接待とか、お金も受けとってるんだって。裏社会ともつながってるとか。橋木さんはそう言ってたよ。裏社会？木戸さんがヤクザなんかとつながってるとか。詳しくはわかんない。でも新薬の利権っていうの？とにかくいろいろおいしい話ちらつかせて、だいぶ悪毒やってるんだって。 How was Shono acting? You remember a lot about Shiki, huh? Did the name Kajihira come up? Hashiki ka Shono no kuchi kara Kajihira tte namae wa denakatta. Kajihira? Kansai de oote no Zenekon. Hashiki wa sono Kajihira no spy de センターを潰そうとしてた。潰すって。でも橋木さんって副所長とかセンターの偉い人でしょ。ああ。なのに金で梶平に抱き込まれてたんだ。でも梶平って名前は聞き覚えないな。事件のあった夜、ショーノの方は店でどんな様子だった？ あの人は<笑>私のおっぱいばっか見てた。橋木さんは必死に木戸さんの悪口言ってたけど。ほう。ほう、じゃありませんよ。なんか私に気づかれないようにチラチラ見てて、それがかえってキモかった。つまり翔野は橋木の話に興味なさそうだった。うん、そんな感じ。愚痴っぽい上司にむっつりスケベの部下か。 でもしばらくしたら橋木さんがこう言ったの。アドデック9にはなんかでかい問題が隠されてるだろうって。でかい問題って？なんて言ってたっけな。捏造とかでっち上げとか。データの捏造？薬の効果のでっち上げ？そう、それ。でなんかアドデック9って それくらいできすぎたものなんだって。だからそんなのが急に出るなんておかしいって言ってた。橋木が翔野と本当に話したかったのはそこだな。それで翔野は何て？ただ何もありませんって言ってたよ。でもね、そしたら橋木さん、
絶対何かあるはずだって怒り出しちゃって、なんか必死すぎてみんなドン引きって感じ。橋木は必死だったはずだよ。え？梶平の会長相手にセンターを潰せると豪語してたんだからな。ところで半年も前のことよく覚えてるね。だって橋木さん、店出た後誰かに殴られて死んじゃったでしょ。マジびっくりしたもん。確かにな。それに私、アドデックナインのことはもともと知ってたんだ。うちもおばあちゃんがアルツハイマーだからさ。アドデックナイン、本当に早くできたらいいのになって。だから橋木さんたちの会話をよく覚えてたの。うん。なのに木戸さんが実は悪どいとか聞かされてさ、悲しくなっちゃうよね。うん、そっか。今夜は疲れてるとこありがとう。もういいの？ああ、助かったよ。気をつけて帰って。ありがとう。沙織さん、明日はお店何時に出勤？ごめん、私今日で辞めるんだ。え？一晩だけだったけど、いつもと違う自分になれたし楽しかった。マジで残念。沙織さん超綺麗だし、これからいろいろ教えてもらえると思ったのに。私が教えられることなんて。でも他に力になれることはあるかも。友達としてね。弁護士だったの？何かトラブルが起きた時連絡して。へえ、弁護士の友達なんて超かっこいい。ありがとう、またね。沙織さん、ご苦労様。おかげで助かった。いえ。事務所まで送るよ。星野君たちと集まった手がかりの整理もしたいですね。Ah, it's so good to see Sayori-chan again. I had to hold back laughter because I don't want to ruin the cutscenes by talking over them too much. but when Yagami goes, "Whoa," and then she's like, "That's enough whoa out of you." Perfect character. Oh, I'm going to fight this guy while she's around. Hold on a sec. Hold on a sec. Hold on a sec.Sorry about that, Sayori-chan. Is she wearing heels? Oh, she is. Sorry to make you run in heels. Don't you agree though, Mother, that like Sayori-chan's character type is just so appealing? She's just so... On the one hand, I want to say she's straightforward. She doesn't mince her words, but she's also very withdrawn. So it's like, when she does speak, she's straightforward. But getting her to speak is difficult, you know? I don't know. I'm just exposing myself on air.しばらく寝とけって。I don't quite know how to describe her, but I just find it endearingly cute. And I really like that Hoshino-kun is able to identify when Yagami and Genda are too old and stupid to figure it out.
お帰りなさい。やっぱり綺麗だ、沙織さん。女は怖え。沙織君、これからずっとその格好でもいいんだぞ。まともな客が来なくなりますよ。着替えます。 See? Like that. That's what I mean.創薬センター副所長の橋木は計画的に殺された。梶平の会長が睨んだ通りで、その可能性はかなり高い。それがお前と沙織君で出した結論か。ええ、橋木はアドテック9の論文にデータの捏造というような問題があると疑ってたようです。そして殺される直前までそれを必死に嗅ぎ回っていた。で、実際何か論文に問題あったのか。僕一応その論文見たんですけど、ちんぷんかんぷんでした。今詳しい人を探してます。ただ論文に問題があるって話はネットでも聞かないですね。それでも橋木はそれこそ重箱の隅つつくように嗅ぎ回ってた。そこでもし何か問題が見つかれば、今頃創薬センターは閉鎖されてたかも。じゃあその何かを隠すために橋木は殺された。いや、論文一つ守るために殺人まで起きるかね。起きるんじゃないですか。アドデック9の論文発表以来、何百億って予算が創薬センターや厚労省に回っているそうです。そんな大金が動くとしたら、人一人死んでもおかしくないです。問題は誰が橋木を殺したかです。 The culprit made it so Hashiki wouldn't die immediately. He had to be pretty skilled. 直接手を下したのはプロの殺し屋だった可能性が高い。例の黒いレインコートの男だよ。それが殺し屋なら雇った黒幕がいるはずです。ああ、そいつはアドデックナインや創薬センターを守りたい誰かだ。誰かって誰だ。俺なんかには想像もつかないよ。が、そういえばセンター長の木戸はアドデックナインの将来性を餌に悪毒稼いでいたらしい。おまけに裏社会とつながりがあるって話まで出てきた。八神さんはめちゃくちゃ軌道を疑ってますね。叩けば誇りは出るはずだ。もしかしたら新谷も変に創薬センターへ近づこうとして、それで軌道に殺されたってのか。その可能性も考えられます。ただそこまで仮説を固める前に、俺はもっと軌道を探りたい。でもこの間の様子だと僕らもう軌道に近づけませんよ。相手はそれこそ時の人ですし。ああ、だから俺らで無理なら代わりに検察に動いてもらえばいい。え、知見に。ちょうど明日泉田検事と会うことになってるんでね。泉田検事ってついこの間八神さんを逮捕しようとしてたんじゃ。今もそうだよ。明日もその件で呼び出されたんだ。じゃあ検察が俺らに都合よく動くわけねえだろうが。話の持っていき方次第ですよ。それでもしうまく検察を味方にできれば、俺への疑いも晴れるし万事解決です。一体どうするつもりなんだろう。今夜はいろいろお疲れ様でした。八神さんはゆっくり休んでください。今夜はいろいろ八神さん。検事と話すのはいいですけど、そのまま逮捕されるなんてなしですからね。頼みますよ。 You know who Hoshino-kun reminds me of? Moomin Rider from One Punch Man. I don't know why, maybe voice or something. Just really earnest. He's got a golden heart.
It's a good boy. こう言っちゃなんだがよ。なんかこう、久々に血が湧き立つような感じだな。事件がどんどん繋がってきやがる。もう少し若けりゃ、俺もガンガン行くとこだぜ。よ、いろいろ見えてきた気がするね。やっぱ沙織さんに活躍してもらった甲斐があったろ。Yeah, I was thinking they kind of look the same as well, Lumen Rider and Hoshino-kun. And I think the way he wears his backpack as well, it kind of looks like the straps on Lumen's clothing, if I'm remembering it right. I don't know. I can definitely see Hoshino-kun using a bike heat action on a guy and saying, Justice Crash! I doubt Hoshino-kun will ever join us in a fight. In fact, I would say it's a failure on Yagami's part if Hoshino-kun ever ends up in an actual fight. He's too pure and buttery smooth. Oh, I didn't know I could do smooth on these. Cool. If I press the block button after I press circle, then I go behind them. Sorry, I'm thinking of the boss man. Justice Crash! Just like that. Health back when I sleep, so.黒岩に伝言頼まれてよ。これから東京地検に行ってくれ。泉田検事がお前をお待ちかねだ。なんでわざわざここに来るんだ。電話で済ませりゃよかったろ。虫の知らせってやつが来てな。え？お前がもしこのまま逮捕されたら、その顔も見納めだと思ってよ。演技でもない。まあもし逮捕されてもあんたから情報を買ってたとか言わないよ。それが心配で来たんだろう。ああ、もし行ったら無所に殺し屋を送り込んでやる。あんたにそんな力はないよ。黒岩にいいようにされてるもんな。ありゃ世を忍ぶ仮の姿だ。
黒岩がいない今なら答えてもらえるのかな。なんで俺に新谷殺しの疑いがかかってんだ。警察はどんな証拠握ってる。まさか知らないってことないだろう。いや、本当に俺も知らねえんだ。今回黒岩は側近以外の刑事に全然情報を下ろしてこない。何なんだろうな。そっか。すぐに地検に出頭しろよ。あいにくお車代は出ねえけどな。分かってるよ。Okay, let's go get arrested. Closest taxi is this one. Domo.それでは出発。Oh, that reminds me, I need to look at how much SP I have. Tokyo Public Prosecutor's Office. お待ちしてました、八神さん。わざわざお出迎えか。私の顔見せて、八神君を油断させたいんだって。泉田健二が。あいつ相変わらずだな、そういう小細工が好きなとこ。八神君は今日何て言われてここに来たの。泉田健二が俺と話したがってんだろ。話によっちゃ俺に逮捕状を出すつもりとか。どうかな。そんな気楽な感じじゃないと思うよ。え？じゃあどんな感じ。例えば集団リンチでも始めるみたいな。おいおい、ちょっと頑張ってね。失礼します。八神さんをお連れしました。ご苦労さん。検事生までいるんだ。どうぞ。なるほど、集団リンチか。あんた方はみんな検事さん。八神先生、黒岩刑事から聞いていると思いますが、新谷弁護士が殺害された件でお呼びしました。ただしこれは非公式な場です。まあお互い知らない仲じゃないですし、軽く雑談するつもりで。軽い雑談ね。でも俺はあんたが望むような話はできないよ。例えば俺が新谷を殺しましたとか、そういう話は特に。そもそも立証責任っていうのは検察にある。なんで俺に新谷殺しの疑いがかかっているのか、まずその根拠を聞かせてくれるかな。新谷先生が亡くなった夜、あなたは何をしていましたか。八神先生、質問に質問で返すのか。ずいぶん横暴なんじゃ。あなたに事件当時のアリバイはあるんですか。はあ、凶霊界のヤクザたちが詰めてる KJ アートって会社がある。事件の晩はその近くで若頭の塩屋たちと会ってた。俺のアリバイは連中に聞けば確認できるはずだ。ではあなたの事務所から新谷弁護士の死体が出てきたのはなぜですか。俺に聞かれたってわからないよ。犯人を見つけてそいつに聞いてくれ。だからあなたに聞いてるんですよ。 Damn it. They had no intention of listening to what I had to say from the start. ちょっといいかな。森田健二生、お願いします。八神さん、あなたは
新谷弁護士のスマホから発信履歴を盗み見しましたね。新谷さんは亡くなる前、創薬センターに電話をかけていらした。そのことを知ったあなたは間もなくセンターに押しかけて、木戸さんや庄野さんを問い詰めている。なぜそんなことを？新谷が何で殺されたのか自分なりに調べようと思ったからです。それは警察の仕事ですよね。検察や警察には任せておけませんよ。よくトンチンカンの犯人を捕まえてますからね。まさに今の俺みたいの。なるほど。では犯人は別にいると？あなたはそれをこの場で説明できますか？I'll do it. The burden of proof is on the prosecution. That's why I'm here.刑事事件の立証は検察の仕事です。俺に犯人の説明させるのは他と違いじゃありません。固いこと言わないでください。ここは法廷じゃないんですから。ぜひ八神さんのご考説を賜りたい。ん？お願いしますってことですか？お願いします。じゃあやってみますよ。This is to my benefit too. This way I can find out how the prosecution sees Shintani's case. 俺は新谷が殺された背景には大きな前提があると考えています。ご存知の通り、まず1年前にアドデック9という新薬の論文が発表されました。アルツハイマーを治せるとして非常に期待されている。ところがそれを開発する創薬センターの関係者が半年前ある事件で殺されたことはあまり知られていない。センターの関係者が殺された？誰だ？トルハシキ。創薬センター副所長のハシキトール。ハシキはカムロ町でたまたま行き合った相手と口論している姿が目撃され、その後路上に倒れていた。素手で暴行を受けており、病院に運ばれて3週間後に死亡。今も犯人は見つからずじまいです。ケンジはこの事件を。私は初めて聞いた。まあ確かに大きく取り上げられた事件ではありませんでした。ところでこの橋木という男にはちょっとした裏があった。関西の大手ゼネコン梶平グループの会長のために動いてたんです。梶平は創薬センターを含む地域を再開発する計画を持ってましたね。強霊会のヤクザを手駒にして厚労大臣にも根回しを済ませていた。ところがアドデック9の登場で計画はご破産。表に出ない大損失をかぶってしまった。その額1000億。何？そんな梶平にアドデック9を潰してみせると豪語していたのがこの橋木です。そして橋木はカムロ町で暴行を受ける直前、もう一人のセンター関係者と会っていた。店で橋木と飲んでいたのはアドデック9に深く関わっているこの人物です。 Who was the ADDC employee that Hashiki met with before he got killed? Yoji Shono, the mouse. I'm just checking. That's right. 泉田賢治は見覚えがあるはずだ。彼は3年前にセンターで起きた事件の目撃証人だった。生前の被害者枠という老人を見たと証言していた。覚えている。ショーノって研究員だ。ああ。そして
アドデックナインの開発ユニットリーダーでもある。この小野に葦木はアドデックナインの論文には何か問題があるはずだと詰め寄っていた。問題というのは？例えばデータの捏造や薬の効果のでっち上げ。そもそもアドデックナインは創薬センターの閉鎖話が出た途端、突然センター長の軌道から発表されたものです。葦木はそれをできすぎと考え、裏をしつこく嗅ぎ回っていた。ただその動きはアドデックナインに莫大な利権を見込む人たちにとって非常に目障りだったはずです。じゃあ葦木は計画的にカムロ町で殴り殺された？よかった、そう考えるのは俺だけじゃなかった。あなたもそう思ったわけですね、泉田健二。こうなるとアドデックナインの周りには何か随分と深い闇があるんじゃないかと思いません？That should do it for the explanation of AD9. Now to bring this full circle. ここで新谷の話に戻ろうか。新谷も死の直前、創薬センターに電話をかけて何かしらの接触をしようとした。そのことももしかしたらアドデックナインの闇に潜む誰かを刺激したかもしれない。そして葦木同様、邪魔者とみなされたっていうのはどうです？つまり俺が言いたいのは、アドデックナインを守るために誰かが邪魔者を消している可能性があるってことです。もしそれを検察がまるで検証できていないんだとしたら、俺を逮捕する前にまだやるべきことがあるんじゃないのか？そうだろ、泉田。それでも今すぐ俺を逮捕したいんなら、その根拠を教えてくれ。あんたらには十分頭数が揃ってんだから。興味深い話ですね。大変興味深い。私たちが知らない情報もあった。よく調べられてますね。必要なら俺が持っている情報は全部渡します。相手は世間に支持されて今をときめくアドデックナインだ。その闇を調べるなんて一介の探偵には荷が重すぎます。泉田健二じゃなく、あなたとならうまくやれるかも。調子に乗るなよ、八神。失礼、大事な電話だ。もしもし。そうですか。ええ、ご苦労様でした。それじゃ。実を言うと、新谷弁護士殺害犯についてはすでにもう裁判所に逮捕状を請求していたんです。今の電話は無事に受理されたという報告でしてね。これだけ言っても俺を逮捕するのか？逮捕するのはあなたじゃありません。え？ただあなたにはちょっとした役割があったんです。もちろん事件解決に向けてのね。よく聞けよ、八神。新谷を殺したのはな、カムロ署の綾部だ。何？死体から出た弾は綾部の銃で撃たれてた。間違いない、奴が新谷殺しの星だ。I mean, that shaved head prick hasn't been right about anything so far, so I'm gonna guess that Ayabe is being set up. Because there's no way a weasel like Ayabe would kill someone with his own gun and then leave the bullets. He absolutely would cover himself, you know? But boy, that was
a good conclusion to the chapter. And I'll see you next... Nah, let's continue. I'm ready to find out more. As I've labeled today's stream, let's discover the truth. Chapter 8, A Broken Bond. Shitai から出た弾は綾部の銃で撃たれてた。間違いない。やつが新谷殺しの星だ。あなたには申し訳なかったが、我々が綾部を疑っていることをしばらく本人に気づかせたくなかったんです。なんせ現役警官の殺しだ。逮捕となると政治や根回しにも時間がかかる。それで今まであなたを疑っているふりを。お前は綾部とお友達だろ。奴の注意をそらすのにはうってつけだった。そっか、全部茶番だったんだな。茶番？うちは大真面目ですよ。それにあなたにとってもこれで終わったわけじゃない。綾部刑事は職務上得た情報を不正に外部へ漏らしていました。我々はその件についても徹底的に追及します。いずれあなたからもお話を伺うことになるのでは。よう、ちょうどあんたの噂してたよ、綾部刑事。聞いてくれ、八神。これから俺は逮捕される。新谷殺しの件で誰かにはめられたらしい。なあ、驚かないのか。俺もさっき聞いたとこだから。今あんたを疑ってる連中と一緒にいる。え？みんなこっち見てるよ。あんたに弁護を頼みたい。この件で頼れるのはあんただけだ。分かった、依頼を受けるよ。俺とあんたの仲だもんな。すぐ接見に行く。話はその時に。じゃあこの決着は法廷で。そっちの担当は泉田健二。楽しみにしてる。でもあんたは誰かさんの操り人形だろ。俺の本当の敵はその誰かさんだ。というわけで先生、綾部の弁護を現場事務所で受けてください。ったく、分かった。じゃあすぐ綾部と接見してんだろう。星野君に言っとく。ええ、とにかくすぐそっちに行きます。Hoshino-kun should have made the arrangement to see Ayabe. Guess I should head over to Gendo. Yeah, no, I definitely think... I mean... What's his name? Actually, I can look at the case file and that'll tell me his name. Morita. So I don't really blame Morita. He's like
He's doing his job, but he's not letting his emotions get in the way. And of course, the evidence points to Ayabe, so of course they're going to go after Ayabe. But they don't know Ayabe like we know Ayabe. We know he's a weasel. Like, he's absolutely the kind of guy who covers his tracks and does everything he can to remain hidden. Like, he's not someone... Even if he did shoot someone with his gun, he would have removed the bullets. The only case I can think of where he wouldn't have removed the bullets or covered his tracks would be if, like, he shot them and they fell off a bridge or something into water and he couldn't retrieve the body. But the fact that the body was hidden shows that the killer had time. So it's definitely not Ayabe. But, so yeah, I feel a lot better about Morita than I do about Izumida. Because Izumida has this, like, sense of righteous justice behind him, where, like, he's blinded by his role as a prosecutor. Like, he, it's almost like he sees everything as an attack. So, I think he's got the right heart. He's just too hot-headed, ironically. He's a hothead compared to Yagami, who keeps pretty cool a lot of the time, though he does have little bursts of emotion. So Maru's saying, okay, that's true. I think I just don't like the way they go about it. They're so slimy. Nah. I think this guy's pretty slimy, or pretty, like I said, he's too hot-headed. Yeah, Izumida feels like the bad guy on the morally righteous spec, like someone who means well but is really mean. Yeah, he's someone, like, he wants justice. He's fighting for justice, but he's so tunnel-visioned in on justice that he's willing to ignore evidence that points against who he's decided is the culprit. So, like, with Hamada, Captain Hamada, or Haru... I don't know, what's his name? Is he in here? He's probably one of these little ones. There we go. Captain Haruma. So, with Captain Haruma, he's clearly a criminal, and he's a bad guy, and he should be behind bars. So, in that case, he's right to go after Haruma for being a criminal. The problem is that what they were trying to put him in jail for wasn't a crime he committed. Therefore, what he was going after wasn't justice, it was more of a vendetta. Like, I know you're a criminal, so I'm going to get you behind bars no matter what, as opposed to finding out who the real killer is. Because, like, I agree, Haruma should be behind bars. But the problem is, by getting Haruma behind bars for the mole's third serial killing, you're then muddying the waters for anyone who actually tries to investigate the serial killer. And even in real life, that happens a lot, where crimes get pinned on innocent people, or people that were in the wrong place at the wrong time, or even non-innocent people who are in the wrong place at the wrong time. They're criminals for other means, but they didn't commit that crime. And so there's all these stories, if you listen to true crime podcasts or whatever, about serial killers that, like, other people went away for some of their murders and crimes and stuff, and so they had long careers, whereas if they had been properly investigated, they could have been found quickly and it could have saved lives. So I think Izumida's heart is in the right place, but he's too blinded by his furious rage of justice. Whereas Morita is much more collected, and he's the cool old guy. And of course, he's also Mafuyu's first love, which also gives Yagami another reason not to like him. But he is doing everything by the book. But I do think there is still a slight moral, like, he thinks he's better than Yagami, or maybe not thinks he's better in, like, an arrogant way, but just, like, he's an older fella, he's in a much higher position, you know, in society, like, because of his job and stuff. So I think he's kind of not looking down in the
most negative sense, but I think he's just skeptical of Yagami, and that kind of triggers Yagami a little bit to be pissed off at him, as well as the whole sort of pseudo love triangle. It's not really a love triangle, but it's like an emotional triangle. Anyway, that was a nice recap. I do kind of feel bad for Shintani. Like, even though the time we had with him, he was kind of an asshole, but he was good at his job. He was just kind of an asshole. But he definitely didn't deserve to be murdered. So it's sad that we have to investigate his murder. But hopefully we can catch the mole, put him behind bars, and get justice for Shintani. So, that was nice. Oh, now that we're in a new chapter. New projects, nice. Oh, this is nice. Might as well fund this as well, even though I don't really plan on playing darts. Not on screen, anyway. It's so much money, it's amazing. Oh, I forgot I was standing up. Okay, so let's continue the main story. Actually, while I'm by the house, I might as well see if there's any cases to pick up. But for the immediate future, I plan on just following the main story, because boy, is it good. Oh, I have some mail as well, it looks like. Ah, please find my son. My name is Ohata. I have an urgent request. I'll be waiting at Cafe Migiore at Nakamichi Street. Could you please come? Please look for a man in glasses wearing brown jacket with green pants. Sorry for the inconvenience. Thank you. Miracle darts that I just funded. Those probably give me super good aim or something. Maru says he's good at what he's doing, but he's just outdated about everything else, and nobody deserves to go out that way. Yeah, he's just like, of course, old dogs can learn new tricks, like, we know they can, but it's still, at the same time, I know plenty of older people that, they're good people, they just don't keep up to date with, like, you know, certain jokes we don't make anymore, or stuff like that. Doesn't mean they're bad people, it's just they're not plugged in, say. And that doesn't make them bad people, it's just, like, you could be better. Shintani's one of those people where he's, like, just a little like Dave, but he's still a good guy. And we never saw him do anything outright malicious, so. I mean, I have friends with dirty cops, so it's not like I'm a beacon of morality. And also, me talking about, like, people could be better, I also could be better. I'm sure there's tons of things that I'm not knowledgeable on, but I could, if I spent the time or had the forethought to do it, I could improve myself and become a better person. But the thing is, until you know, you don't know. And you can't know until you know. So, you just have to cut people's slack. And I'm willing to cut Shintani's slack. Especially if you got horribly murdered. See, the problem is I haven't upgraded my attack or my anything in a while, because I've been focusing on all the special moves and stuff. So, I'm a little weaker than I should be at this point in the story, especially because I had to buy some stuff from the SP sewer guy. So a lot of experience that should have been going into attacks and damage has gone into items. Well worth it, in my opinion, but it just means, as you can see from that boss guy,
I need to level up a bit. That's cool, man. Which is why I lift up the sand. I'm gonna take a gather of my energy and see if I can get it. But yeah, I hope me speaking before this is definitely something I am might be older than now kind of speech, because I am definitely not one of the best people now. Except for when I cosplay as Sasuke in spring or kindergarten. Then I am the best person in the world. But right now I'm just regular me. Oh, before I go. 4,000. Oh boy, it's beautiful. I really want boost attack, but combo speed as well, though. Nah, I need more attack before anything else. Reduce the amount of EX gauge consumed and extends duration even further. Oh, like when you go into EX mode. Yeah, I'm gonna save up for that. I have almost everything here. At least almost everything that's unlocked. Those I haven't. But pretty much everything else. And same here, I got a majority of stuff. I don't actually need this because I found an online map of them all, so. Okay, I'll just save this game. I should save my game actually. I don't know what's coming next. Oh, and I can start rotating my saves again now that I'm not grinding off. Yagami-san, お待ちしてました。すぐ綾部刑事と接見できます。タクシーで行きましょう。Came all this way just to go get a taxi. Saori-chan, move out my way, Hoshino-kun. 綾部刑事の逮捕、もう街で噂になってるみたいです。She talked to me. Oh, すぐ神室署に行くんだろ? Oh, sorry, Hoshino-kun. He's barging into him. We really are like two opposite ends of the spectrum. Yagami, who uses Ore and is a kind of down on his luck but well-liked private detective, and then Hoshino-kun with his backpack straps, his little baby face, his boku. Okay, this is a complete waste of time, but I want to see if he'll follow me down into the sewer. This is completely just for my own enjoyment, if it's even possible. He does, and he teleports down. Okay. I just wanted to see if our pure little boy would even come down into the grime. Or if he'd wait up here for me. I was also hoping to see him pop into existence, but I guess they actually tested that. Let's go for another interview. So I'll talk to you again in a minute once all the cutscenes end. 現役のデカが殺しで逮捕か。ショッキングな光景だな。そんなに嬉しそうに言うなよ。こちらは源田法律事務所の星野先生。若いけど頼りになる。おい、あんたが弁護してくれるんじゃないのか。いや、俺はもうずっと法廷に立ってないから。その代わり証拠集めに回る。大丈夫。羽村の時もそれでうまくいったよ。星野です。よろしくお願いします。いいのか。シンデレはあんたの先輩だろ。もし俺が犯人だったら。まあでも綾部さんは無実なんですよね。あれ、そうですよね。多分な。多分なんですか。I need to get the facts straight before I can defend Ayabe. Shinta にはあんたの銃で撃たれたんだって。検事たちがそう言ってた。ああ、
弾の線条痕が一致してるらしい。線条痕って何でしたっけ。はあ、すみません。拳銃ってのは弾の軌道を安定させるために内側に螺旋状の溝がついてる。で、撃つと溝で弾に傷が残る。それが線条痕だ。へえ。その溝は人間の指紋みたいに銃ごとに特徴が出る。つまり拳銃ごとに全部違う。で、今回新谷の死体から出た弾の線条痕が俺の銃のものだったわけだ。じゃあ新谷先生を撃ったのは本当に綾部さんの銃だった。ああ、凶器は間違いなく俺の銃だよ。それが意味するのはつまり誰かが俺をはめたってことだ。Someone went through the trouble of stealing a detective's gun just to kill Shintani? どうやって？Shintani が殺された日のことを覚えてるか？俺らテンダーで飲んでたろ。カイトもいた。ああ、覚えてる。黒岩と初めて会った時だ。あの後、俺はもうしばらく一人でいて、それから店を出た。ところが、そっから先の記憶がねえんだ。はあ？何かで頭を殴られた。後ろからいきなりガツンだ。闇討ちされたってことか。場所はどこで？店の近くだったろうが、はっきりしねえ。何しろ全部急だったんで。それでも刑事か。しょうがねえだろ。おまけに気を失ってる間に場所を移されててな。それで余計記憶が。場所を？ベンチに寝かされてた。カムロ町の児童公園のベンチにな。で、起きた時周りにはもう誰もいなかった。テンダーからだと結構あるな。車で運ばれたはずだ。どのくらい気を失ってた？1時間くらいだ。後で知ったんだが、新谷はちょうどその間に殺されてた。俺の銃で撃たれてな。じゃあ犯人に銃を奪われたってことか。いや、銃は俺の懐にちゃんとあった。え？要するによ、俺を襲ったやつは俺の銃で新谷を撃った後、全く元通りに戻してくれたわけだ。たった1時間の間にな。じゃあ弾だけ減ってた。弾数も元のままだ。使った痕跡もきれいに消されてた。でも補充された弾から手がかりを探せば。量産されてる弾だからどれも同じだ。無理だな。So we can't prove the murderer stole the gun. ところであんた、自分が闇討ちされたことを上には報告してたのか？してない。だって手帳も拳銃も何も盗まれたものはないし、面倒だったしよ。それに普段の素行が突っ込まれるしな。悪徳刑事の悲しさか。真っ当なデカならちゃんと報告してる。まあ、認める。でも犯人の狙いはそこかもな。あんたなら騒ぎ立てないと見越して濡れ衣を着せる相手に選んだとか。全て計算済み。まあ、かくして現場から出た弾にはあんたの銃の線条痕が入ってた。それは事実ってことか。そいつを聞かされたのもついさっきだ。銃の線条痕が出た時点で俺は第一容疑者だろ。なのに周りの同僚は誰もそれを知らせてくれなかった。ここんとこ捜査の時、黒岩はいつも俺をそばに置いてたろ。あれは俺を監視するためだ。ま、今思えばだけどな。アリバイ聞かれた時は何て答えた？公園で寝てました。それじゃあ誰も信じてくれませんよね。俺は新谷をやってねえ。俺ははめられたんだよ。なあ八神、あんたから見て俺は助かりそうか？ああ大丈夫。いや、俺もバカなこと聞いたよ。あんただって他に答えようがないもんな。